皆様こんにちは、タビクマです。今回私はハンガリーのブダペスト空港へ来ています。ブダペストの滞在を終えて次の町タイのバンコクへ向かいます。2021年の11月から短期の隔離で入国できるようになったバンコク。用意する書類など多いですが、全てを揃えて入国の許可を得ました。日本からバンコクへ行く人もそこそこ増えてきましたが、日本人が日本以外からバンコクへ行くことができるのか、そんな疑問でここブダペストからバンコクへ飛びたいと思います。そしてこの撮影している日付が2021年12月31日大晦日です。一回乗り継ぎしてバンコクへ向かうのですが、バンコク到着予定時刻は朝の7時、つまり年越しのフライトになります。使う航空会社はフィンエアーです。無事に年越し、そして初日の出フライトを終えてバンコクへ着けるのか、皆様ぜひ最後までご覧ください。それでは1フライト目のヘルシンキ行きのチェックインからです。本編をどうぞ。11時35分ヘルシンキ行き、フィンエアの1252便が49から52ということですね。49から52ということで、ちょっと中行ってみたいと思います。プライオリティは1人しかいません。他はちょっとエコノミーがこんだけ並んでますね。でこれもワンワールドのエメラルドで行けますので、はい、チェックインが完了しました。今回フィンエアを使ってヘルシンキを経由して、バンコクですね、タイのバンコクへこれから向かいます。バンコク入国のタイランドパスとか、タイランドパスの中には保険とかホテルの予約表とか、あと PCR の陰性証明、あとワクチン証明とかに、ね、必要なものがいっぱいあるんですけれども、それをすべてチェックするためにちょっと時間はかかりましたね。約10分ちょっとかかったのかな。まあそれでもすんなり行った方だと思いますので、やっぱりちょっと全体的に時間はかかります。それではちょっと中入ってみます。中入ってラウンジがあったらちょっとラウンジ寄っていきたいと思います。はい、保安検査通過しました。搭乗口が A の5というふうに言われたんですが、その前にちょっとラウンジに行きたいなと思います。はい、ラウンジ出ました。搭乗口の A の5番へ向かいます。ちょっと頭だけ、今回の搭乗機はこれはエアバスの320ですかね、320の CEO の方、これでとりあえずヘルシンキまで向かいます。あ、じゃあバンコクまでの1レグ目、ブダペストからヘルシンキまで、今回2レグともフィンエアのビジネスクラスを搭乗します。まずヘルシンキまではエアバスの A320、おそらく3列3列の真ん中のシートが埋まってるっていうタイプのビジネスクラスだと思います。では搭乗します。はい、搭乗しました。やっぱりですね、この3席3席のおそらく真ん中が来ないパターンだと思いますね。ちょっと前後ピッチはだいぶ狭く感じますが、それでも2個だから普通ぐらいですかね。まあ、シートはこんな感じ。前の袋には機内安全の書類ということでエアバス A320 ですね。それとエチケット袋が入ってます。テーブルの方は、まあ、そんなにちっちゃくないのかな、だいたい普通な大きさで、搭乗するときにクリーンキットということで、まあ、お手拭きですかね、おしぼりみたいな、まあ、アルコールのやつだと思うんですけども、それをいただきました。シート周りとしてはそんな感じです。
はブダペスト発ヘルシンキ行きビジネスクラスのお食事です。機内食ですと、これはおそらくサーモンとサラダですね。でこれがパンと、あとこれは飲み物として炭酸水をいただきました。パンはちょっとあったかいですね。でおそらくこれがドレッシングですね。これがバター、これが、まあ、チョコですね。 70% ココアって書いてあるんで、まあ、多分これがチョコだと思います。でこのカップ多分食後にコーヒーか紅茶が選べるんだと思いますね。一応これがビジネスクラスの、まあ、短距離路線用ですね。それの機内食になります。サーモンの中身はこんな感じ、火は通ってますね。見にくいかな、ちょっとこんな感じです。puolaspäin lähestymään kohti Helsinkiä ja lentoaikaa meillä on jäljellä noin puolisen tuntia. はい、ブダペストからフィエアでヘルシンキ到着しました。フライトタイムは2時間ちょっとだと思いますね。これから乗り継ぎをして、バンコク、タイのバンコクへ向かいます。ただ、乗り継ぎ前にヨーロッパの出国出境をしなきゃいけないので、それをまず行きたいと思います。はい、次のバンコク行きは42番ゲートですね。そこに向かいます。はい、ヨーロッパ出境をしました。お次はですね、16時15分のバンコク行き、フィンエアの141便ですね。42番ゲートに向かいます。熊本豚骨と書いてある。ムーミンカフェありますね。まあさすがフィンランド、なんとなく日本の方が多いかなと思ってたら、あと1時間後ぐらいにね、 JAL の羽田行きがあるんですね。ブダペストでも多分2組ぐらいちょっと日本の方いたなと思って見てたんですけども、さすがにちょっと話しかけはしなかったんですけどね。私はこれからタイ・バンコクへ向かいますと。はい、サイランドパスと PCR のネガティブのテスト結果を一応提示して、中に入りました。搭乗はまだですね。次乗る機材はエアバスの A350-900 ですね。これでバンコクまで向かいます。まだヘルシンキの空港におきまして、コロナ陰性証明書の搭乗時間になりましたので搭乗します。今回搭乗クラスはビジネスクラス、航空会社フィンエアで、これからヘルシンキからバンコクへ向かいます。フィンエアの A350 ビジネスクラス登場しました。シートがですね、こういった121の配列になっています。今回は 2A ということで、前から2列目の左の窓側のシートを、予約しました。ビジネスクラスのシート紹介です。座った感じはこんな感じですね。
目の前のモニターはこれ今横向いてますけど、このボタンを押すと立ち上がってきます。こういった形で正面に見れるように当然なってますね。で奥行きはかなりあります。足を伸ばしてここにギリギリ、私の足だとギリギリ乗せられる程度ですね。でその下が、お水が入ってますね。お水が入ってて、ここは、機内安全のしおりということで、今回エアバスの A350-900 に搭乗いたします。でその奥にはエチケット袋ですね、これがあります。で続いて上の方に来て、台は、まあ、こういった感じでちょっと斜めになってますね。で、これが、アメニティトラベルキットということで、フィンエアといえばマリメッコということで、多分カラーが何種類かあると思うんですよね。で今回これをいただいて、また中身は後で紹介したいと思います。で、またこういった、ですね、ワイプですよね。こう除菌シートみたいなアルコールタイプのやつだと思います。でメニュー と、あと飲み物のこれリストはまた後で見ていきます。ウェルカルドリンクでお水をいただきました。で、側面の壁にはイヤホンジャック USB とあとマルチのコンセントですね。でこれはシートのリモコンです。でこれは多分モニターのリモコンですね。でその横は、これは読書灯、多分これをこう押すとつく感じかな、こんな感じですね。シートの座面はこういった形で、こういうのも多分折れ曲がる、そんな感じになってて、クッションがもう元から備え付けてあります。で、テーブルですけれども、多分これをこう引っ張ってきて広げると、ちょっと狭いかなっていうぐらいのテーブルになってます。で今度右側の通路側の下ですけれども、ここに小物入れがあります。このボタンを押すと、あ、こうか、こっちを押すと中にはヘッドホンが入っています。でこれは肘掛けですね。こういった形で押しながら出し入れできます。はい、以上が、フィンエアの A350 最新ですね、最新鋭の A350 のビジネスクラスシートの紹介になります。これ機内に入った時になんか嫌に広いなと思ったのがですね、真ん中の席、通路にですね、上に物入れがないんですよね。まず、あの窓側の物入れにだけ入れればこと足りるということで、真ん中はこういった形ですごい開放感があります。確かね、カタールの旧スイートの350も確かこういった形だったと思いますね。はい、それともう一点、足元の方にですね、ここにスリッパと、あと、これは毛布かな、ブランケットが入っていました。ちょっとスリッパはですね、生地厚めのやつでちょっといい感じかもしれません。はい、ドアクローズしてボーディングブリッジが外されました。本日は12月31日16時21分です。つまりこれは、今年のラストフライトであり、来年の最初のフライト、そして年越しフライトになりますね。初日の出も見れたらいいなーなんて思ってます。Welcome on board Finnair. Before departure, we would like to focus on safety. Please open your window shade and stow your table. If you're seated in business, inflate the life jacket only when you leave the aircraft. This aircraft has 8 emergency exits, which are all...
カードですね。感じでちょっとどうやって書くのか忘れてますけれども、一個ずつ埋めていきたいと思います。はい、最初のドリンクでですね、これはモクテルですね。カクテルっぽいノンアルコールのカクテルですね。それとナッツが来ました。はい、離陸して1時間弱ですね。機内食が配られました。ですね、チキンとあとサーモン、まあ、ニジマスでしたけどね、今日はの魚かチキンかの選択で、今回はチキンにしました。それとライスと、キノコとかのソテーですね。あとパンが4種類ぐらいから選びましたけど、このパンにしました。あとエビと、これはチーズかな。奥にあるこれがバターですね。でこれは塩コショウですね。それと飲み物には炭酸水をいただきました。かなり美味しそうですね。なんか白いご飯はやっぱりいいですね。じゃあいただきます。はい、食後のデザートです。チーズとあとムース、それとアップルタルト、3種類あって、今回はアップルタルトを選びました。で飲み物はカプチーノです。今回カプチーノはソイミルクは選べませんでした。あとこれはチョコレートかな。これが食後のデザートになります。はい、それじゃあ座席をペットモードにしていきたいと思います。このリモコンですね、これの真ん中のこのベッドのボタン、これを押し続けます。途中で離しちゃうと、ね、止まっちゃうんで、これずっと押し続けて、でフラットというか好きな角度になるまでずっと押し続けます。もうせっかくなのでね、フルフラットにして寝ましょう。一応こんな感じですね。であとはこれで毛布かけて寝れる状態になります。はい、おはようございます。到着まであと2時間ちょっとぐらいですね。で、東の空が少しずつ明るくなり始めました。もうちょっとで初日の出ですね。でその上にちょっと月が出てる、そんな状態です。はい、ですね、朝食が配られました。これが卵とこれポテトかな。でコーヒーとジャム、ヨーグルトで、パンはクロワッサンをいただきました。でハムとチーズとフルーツですね。それとこっちでスムージーを一杯いただいてます。全体はこんな感じです。の上空ぐらいですね。こんな感じで、日が昇ってまいりました。2022年の初日の出でございます。皆様本年も何卒よろしくお願いいたします。
のスリッパですね。これがですね、この入り口の部分、ここが結構大きくてですね、中は切れてないんですけれども、そんなに厚手なわけではないんですけど、ものすごく履き心地がいいんですよね。多分今までの機内でもらったスリッパの中で一番いいんじゃないかなっていうぐらい履き心地はいいです。久しぶりのスバミナプーン空港でございます。東南アジア来たなという感じの匂いがしてますね。ムワッとした暑さは全然ないんですけれども、これからちょっとどう進むのかを見ていきたいと思います。皆様改めまして明けましておめでとうございます。無事に初日の出も見られてバンコクに到着しました。これからタイの入国へ進んでいくわけですが、今回の動画はこの辺りで失礼させていただきます。次回は実際のタイ入国とタイランドパスの申請、それと初日隔離のホテルの様子をお届けしたいと思います。皆様ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。本年も海外や国内皆様に楽しんでもらえるよう頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。